はいどうも、ロバスタジオのロバです。さあ、というわけでね、今回でパワーアンプ、ユニットサブウーファー計画の最終章、セッティング編になります。あくまでね、ロバスタジオ式なので、世間の常識とはちょっとばっかしね、違うやり方になりますので、そのことを分かって見ていただきたいと思います。それでは、調整に必要なね、テストトーンを作っていきたいと思います。このようなサイン波ですね。っていう音が鳴るやつですね。これをマイナス 0.1 デシベルで作ってください。0デシベルでもいいんですけど、割れてしまう可能性があるので、可能であればマイナス 0.1 デシベルで作ってください。で、こちら書き出すときは、ウェブを使うようにしてください。間違っても MP3 とか不可逆圧縮って言ってね、元のね、波形をね、削るような圧縮方法を使うので、これだと意味がないので、必ず無圧縮のファイル。CD でも大丈夫です。そしてもう一つ、ピンクノイズですね。こういう音ですね。こちらも作っておきましょう。で、これに関しては別に音量は指定はないのですが、まあ割れない程度にね、設定しといてください。では、いよいよ車内でセッティングをやっていきます。まず使っているヘッドユニットの最大音量を調べます。で、ここで言う最大音量というのは表示される数字のことではなくて、音が割れる前の数字ということです。ですので、皆さんが普段設定してあるイコライザーとかエフェクトはまずリセットせずそのままにしておきましょう。で、ここからオシロスコープを使うかスマホを使うかでちょっと変わってきます。オシロスコープでねやるやり方なんですけれどもね、まずね、あのヘッドユニットから、まあ、リアはまだアンプとつながってるんで音鳴っちゃうんで、そういうのとか、まあ、抜いとくとか中の設定で音鳴らないようにしといてください。こうナビにつながって持ってきたケーブルがこうありますね。まあどっちでもいいです、左でも右でもいいんですけど、まあ、オシロスコープはこうつながってるとします。つながってますね。で、プラスとマイナスですね。プラスの方を中に差し込んで、で、この外側をこの黒いので当てますね。当てた状態でオシロスコープを見ると、まあ、こういう波形が見えるわけですよ。ナビの方の音量を上げていくとこういう波形に変わっていくわけですよ。こうならないように徐々に今度絞っていきます。この状態がそのナビの綺麗な音の最大値ってわけですね。割れる前の。で、その数値を覚えておいてください。で、次スマホでのやり方なんですけど、こういう波形の見えるアプリを使ってですね、確認していきます。オシロスコープほど綺麗には測定できませんけども、これでも簡易的にね、測定できるんで、これをスピーカーの近くに持ってって、波形を測ることによってさっきと同じ方法でね、最大値を知ることができます。で、次にね、アンプのゲイン調整なんですけれども、さっきと同じ方法で調整すればもう最大音量で綺麗に鳴らせるんですけれども、ロバスタジオ式はちょっと違います。ナビのね、さっき調べた最大音量値に設定します。まあ、とりあえずね、いつものお気に入りの曲とか流して、で、聴きながらゲイン調整を徐々に上げてきます。で、いつも聞く音量だなって思ったところで一回止めます。で、その調整部分を覚えておきます。で、さらに上げてって、うわ、これ以上の音量は聞かねえぞみたいな、うるせえぞっていうところで止めます。で、測定したポイントの間と間、そのポイントとポイントの間あたりからちょっと上げ気味のところで設定してあげるとちょうどいい感じになりますね。で、なんでそういうね、設定法を使うかっていうとですよ、最大音量でやる方法だと、まあ、こういうナビがあるじゃないですか。で、これがアンプでこういった時にね、こういう音になるわけじゃないですか。で、そのここに来るまでの間にこういうノイズがね、パシッ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 入るわけじゃないですか。ここの小さい音で来たものがここで大きくなると、そのノイズも大きくなる。オーディオの方で大きめの音でこうね、増幅したものをいつもの音量で
上げてあげれば、このノイズの乗る量は一緒だから、一緒なんで、こっちで聞いた時のノイズの量はこっちよりも小さくなるんですよ。アンプの最大値で設定すると限界で音は鳴らせるけど、いつも聞く音量で聞こうとするとノイズが乗ってしまう、乗りやすくなる、大きくなっちゃう。ところがヘッドユニットの限界値でいつも聞く音量で聞けばノイズは小さくなる。だから一番の理想はいつも聞く音量にしておくのがベストなんですけど、それより上げたい時だってあるわけじゃないですか、という話です。さあ、アンプのね設定が終わったところでね、続きましてヘッドユニット側のね設定を見直していきます。もうご自身で設定してあるイコライザーとかエフェクト類をねこれからリセットするので、もし戻したくなる可能性があるなと思った人は写真を撮っておくとかして、まあ、記録しておくことをお勧めします。で、タイムアライメントとクロスフェード、ここからまず設定していきます。で、タイムアライメントですけれども、まあ、スケール、まあ、メジャーですね。メジャーを使って、まあ、各スピーカーの距離を測りまして、で、ウーファーですけれども、ウーファーは直線距離というよりかは、運転席のヘッドレスト、それからリアシートの、まあ、ヘッドレスト、まずここで一つ測り、で、リアシートのヘッドレストからウーファーまでを測る。要するに、回り道するような感じに測るとね、良い結果がね、出ます。続いて、クロスオーバーでございますけれども、ウーファーとねスピーカーのねクロスポイントをね決めるんですけども、これがねだいたいね世間的にね言われてるのがね 80Hz なんですね。俺もこれは 80Hz がいいと思います。なんでかっていうと、音ってこう倍数なんですよ。20、40、80、160だ、要するにドレミファソラシドで一くくり、ドレミファソラシドで一くくりっていう感じなんですね。で、ここで位相のね切り替えができると思うんですね、ウーファーね。これ正位相と逆位相、これどういうことかっていうと、波のねプラスマイナスを反転させるってやつなんですけども、これ切り替えてると低音の聞きのいい悪いがね出てくるんですよ。で、続いてはフェーダーの調整ですね。要するに前と後ろのねスピーカーの音量のバランスですね。で、私のおすすめはフロント3リア1の割合で音量調整することをおすすめします。で、この場合はスピーカーの音量を全部均一にしてから前寄りに調整するとね、良い結果がね出ます。いよいよ大詰めですね、イコライザーの調整です。で、ここで先ほど用意してもらったピンクノイズを使います。で、こちらを流しながらスマホのねこのようなアプリをね使って調整します。この時ウーファーは鳴らないようにね切っておきましょう。で、調整するときはいつも音楽をね聞く音量にだいたい合わせます。で、このアプリをね使用して周波数帯がね平らになるようにイコライザーで調整していきます。で、 200Hz 以下は無視して均一にしてください。で、だいたい均一になったなと思ったら、今度ウーファーをどん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 上げていきます。上げてって40Hz とか 63.5Hz とかその辺の値が他の部分と均一になるポイントになったら止めます。で、そうすると80とか100とかその辺りがもう飛び抜けてたり極端に下がってたりすると思うんで、そこをイコライザーでいい感じに調整するとフラットなね周波数になるんでね、これで完璧なねイコライザー調整になります。で、この後に自分のねお気に入りのねヘッドユニットのエフェクト類はね設定してください。はい、というわけでね、今回がねシリーズの最終章だったわけでございますけれども、ぶっちゃけね言っちゃうと、もうワンクラス上でも良かったかなって感じがしましたね。一応計算上だとウーファーがね 60% ぐらいしかねパワー出してないんですよ。もっとパワーを引き出すためにはそれよりワンクラス上のねアンプをね使わなくちゃねいけないと。ただ結構な音量出してるんで、まあ十分かなって感じがするんですよね。あとね、フットランプコントローラーあるようにつけてるんですけど、こういう感じですね。つける消す、つける消す、つける消す、つける消すっていう感じの制御をしてるんですよ。ノイズを乗せる原因を作ってるんですね、聞いてると。それ消すと消えるんで、だから車の中にパルス波調整の
コントローラーを入れてる人はもしかしたらノイズ乗るかもしれませんので、ちょっと注意した方がいいかもしれないですね。それからね、もうヘッドユニットがね、なかなかねいいモデル、ダイアトーンとかね、あのくらいの高級モデルになっちゃうと、もしかしたらねもう逆にねデチューニングかもしれんな。元のナイズアンプ使った方が音いいんじゃねえかって思っちゃうかもしれないんで、もうそこそこのヘッドユニット使ってる人はもうちょっとやっぱり上のクラス使った方がいいのかもしれないですね。まあでもね、イベントに出てね音ガンガン鳴らすようなね車じゃないんで、まあ音質とねお値段のねバランスの取れたねいいカスタマイズだったんじゃないかなと思います。それでは以上ロバスタジオでした。ありがとうございました。それではまた。